ファール、ファール。噛みついてくれと思うけど、引っかかってこないですよね。そしてバッターボックスには阿部慎之助。先ほどね、はい、この前のオールスター前の3連戦もそうですけど、この辺までは来るんですけど、いつもは勝つ時のジャイアンツがここから繋がってくるんですけど、今回繋がらなかったんですよね。今日も1回に繋がらなかった。で、今日がこれで2回目ですけどね。3連戦の初戦だけになんとこの辺やっぱりジャイアンツとしては繋いで、本来のやっぱり迫力を見せたいところですよね。ただピッチャーがいいですから、そうそうは。ここに来てキャプテン阿部慎之助。キャプテンとしてキャッチャーとしてちょっと昨日は厳しい表情が目立ちました。高めのスライダーで入ってきましたが外れています。阿部にはこの球を結構谷繁が要求しますね、はい、要求します。どこでも打てるインコースなんか本当にうまく打つんですけど、そこを使わなかったらね、この人は左中間でもスタンド放り込むんですよ、はい、だから広く使わなきゃいけないんですね。実はこの対戦は8打数1安打と大野雄大の方が打ち取っているという成績です。高めのボール、ストレートを叩いていきましたがファウル。いいところですもんね、ボールかストライクかわからないところに、はい、あそこ狙って投げてるわけじゃないけど結果的にはいいとこ行ってるんですよ。ストレートはずっとこんな感じですね。そうです、はい。ジャイアンツの打線に勢いがついてくると危ない球ですけど、今のところやっぱり鳴りを潜めてますから、あの辺は有効なんですよ。行き始めるとどんどん来るという重量打線、ワンボールワンストライク、ランナー二塁一塁、ボールの判定。先ほど沢村の時にお話がありましたが、こういうボールのボールの判定はなかなかピッチャーに厳しいかもしれません、まあ、ちょっと今のは低いですけどね、はい、だからスライダーあたりであの辺に行った時にもね、ボールだもんですから、沢村きついわけですよ、はい、バッターのカウントになりました。高め空振り、ストレートはなかなか有効です。これ2ストライク取ったらみんな投げ損ないで2ストライク取りましたもんね。はい、今のなんかもっと高いですから、まあ、2ストライク追い込んでからは振ったかどうか分かりませんけど、当人の意識か無意識か、平行カウントです。勝負のボール、曲げた打ったファウルボール。うまく低くて打ったらいいコースに投げるとファールなんですよね、はい、甘いと仕留めたかも分かりませんけど、13戦戦ってこの対戦で13打点を叩き出しています阿部慎之助。ドラゴンズ戦は今日が始まるまで実に5割近い4割8分7厘打っています。ストレート、強烈な当たりはライト前、二塁ランナーは三塁を回った、一塁ランナーは三塁まで到達している。1点を返しましたジャイアンツ。主砲阿部慎之助タイムリーヒット。やっぱりいつも言うんですけど、はい、打つ人は真ん中を打ちますね。あ、そうでしたね、はい、さっきスライダーをいいところに投げたらファールで逃げられ、今度はインコースちょっと甘いですけど力ありますから、はい、ちょっと詰まってますけどね。結局ストレートは全部手を出していったということになりました阿部、はい、ちょっと外のが中に入ってきましたけどね、はい、さあワンパンチ繰り出してきましたジャイアンツ。